言えるアイドル告白スペシャル、続いてはどなたになりますか。あ、はい、僕です。福くん、何やろ。はい、福くんなんですが、3年ほど前に、まだあのね、今ほど有名になる前にですね、はい、実はこの深い話の再現 VTR に出てたんです。これちょっと私も全然忘れてたんですけれども、だから、はい、内容はですね、あの、はい、ジャイアンツの鈴木貴弘選手という非常に足の速い選手がいるんですけれども、はい、この鈴木選手がですね、その球界トップクラスの俊足を生かして、盗塁成功率が驚異の 80% 以上だと。でその鈴木選手を支えるパワーの源が息子さんですっていう VTR に福くんが出てたんですけれども、その時福くんが4歳です。3年前で、その貴重な VTR なんで、これちょっと判定しなくていいので、はいはい、まずご覧ください。9月19日対阪神戦、鈴木の打球はそのままスタンドに入りました。この日鈴木選手はシーズン2本目、めったに打たないホームランでチームの勝利に貢献。ところが試合を終え帰宅すると、パパ、あんなホームラン打ったら怒るからね。なぜホームランを打ったのに翔陽くんは怒ったのか、その理由とは。だって僕かっこよく走ってパパが大好きなんだもん。翔陽くんは全力で走る鈴木選手が大好き、だからゆっくり走るホームランは嫌いなのだ。確かに普段からこんなことを言っていた。パパ、フライヤー上げちゃダメだよ、まずは転がさなきゃ。かわいい。どうですか、福君、自分で見て。ちょっと恥ずかしい。さあ、そんな福君ですけども、うん、ここからでは福君の福い深い話です。どうしたどうした、面白かった。福井やて助かったよ。NG がもう出そうだね。福君のお宝写真をご紹介します。それがこちらです。これ先週の写真だよね。違うよ。アンさん来ますね。アンさん来ますね。出来上がってますね。この写真できた瞬間にそれ言おうって決めてましたね、ちょっと。アンさん、もうコンビ出来上がってるんですよ。さ、よく出てるから、本当に。でも、それでも、もう全くもうそのまんま。変われへんもんね。昔から福君これやもんな。あらら、あらら、あらも福君、ほら。福君や。これこそ昨日だね。もうこれこそ昨日、先週あたりやな、これ。なあ、本当に可愛いなあ。あ、どうした、どうした、泣いてる、どうしたの、おちんちんカニに挟まれたんか。カニに挟まれたんじゃか、え、おちんちんカニに挟まれたんじゃか、これ。この時はお風呂が嫌いだったみたいで、そっか、シャワーかけられて、あーってなってる。いや、そういう、なるほど、子供の時な、お風呂。でも今は好き、大好き、今お風呂入る。あ、なんやこれ、おもちゃ箱入ってんじゃうか、これ。これは、なんかおもちゃとか入れるケースに、この時はまだちっちゃかったから、うん、お水とか入れてプールみたいに。そうかそうか、この時夏だったから。そうやな、そうか、福君ほんと変わんないね。全然変わらへんな、もういいな。でもね、福君はそんな言いながらも、うん、1歳の時から仕事してんねんな。